ひみかりのミュージックパイロット。こんばんは、かひみかりです。今日はこの番組が始まってからずっとリクエストの多かった特別ゲストをお迎えしているのですが、では早速今夜のオープニングナンバーは、あ、僕ですか。コーネリアスの新しいアラーム6996からアスペースオデ、あ、6996アスペースオデッセイ、続いてムーンウォークです。Oh!
6996 A Space Odyssey、 それからムーンウォーク、でコーネリアスでした。ということで今回はゲストのコーネリアス大山田圭子さんの、コーネリアス大山田圭子じゃないよコーネリアスの人コーネリア、俺もよくわかんないんだけどね、ことって言っちゃダメって言ったじゃん。ことじゃないんだよね、コーネリアスのって感じかな。コーネリアスのわかんない、俺もよくわかんないんだけど。だからコーネリアスチョン小山田圭吾さんの、うん、の選曲で、そうだね、このミュージックパイロットをお送りしていくことになっているんですけれど、しこうと思っているんですけど。あ、そうですか。こんばんは。どうもこんにちは、あ、こんばんはあの小山田圭吾です今日は先週はあのアルバム特集を、すいませんね、先々週、先々週は、うん、先々週だって、ね、いや、はい、なんか今天の声が僕の耳に電波がなんか毒電波が入ってきた、なんだこれなんですけど、うん、だから今日はあのもっと違う話っていうか、ああ今かけた曲は、あ、これはあの僕のコーネリアスの新しいアルバムのあの1曲目シングル、そう、ムーンウォーク、シングルカセットシングルなんだけど ね、 ね、 CD は発売されないんですか。されないみたいですよ。なんですか、うん、でも9個、同じ曲で9個出すんですよね。いや9個じゃなくて同じ曲でカセットなんだけどただそのカセットの色が9色あるっていうだけで、うん、全部買っても1800円だから1個200円だからお得ですか。お得ですね、はい全部同じ曲なんですけどね得なんだからだけどね、あ、そんなんだ、あの最近9個集めるの大変だから、うん、女の子とかは、うん、白と青と赤とかでフランス街とか、うん、なんか白とグリーンと赤でイタリア街とかなんか黄色と黒と あれ黄色と黒と赤か、うん、ドイツ街とかなんか赤と白で日本街とか日本街はあまり人気なさ、うん、人気なさそういろいろできるから、ね、多分そう並べてね、うん、見るといい。ファンは赤と青と白、うん、フレンチだから、ね、なんですけど、うん、今日はいろいろ質問もしていきたいと。質問あるの？たくさんあります。そうですか、はい、で今日はたくさんあのずっとね、小山田くん呼んでくださいっていうのが、うん、なんかもう、はい、これを始まった当初からたくさん来てるんですけど、うん、今日はやったからやっとって感じなんだけど。あ、そうなんですか。今日はだからすいませんねいいえ、でちょっとハガキを読んでみようかなと思って、どれ読もうと思ってたんだっけ。これだ。かひみさん、こんばんは。初めてお便りします。僕はかひみさんのことは全然知らなくて、たまたまこの番組の第2回目をやっていた時にラジオがついていて知ったのですが、それから毎回聞いています。この番組でフリッパーズギターを知り、コーネリアスを知り、すっかり小山田圭吾にハマっていて、いつか本気で小山田さんに弟子入りしようかと思っている15歳高1のギター小僧です15歳。 ちなみに今はワチューモントを頑張ってコピーしています。偉いね、偉いね。今度のアルバムはハードになるらしくて、とても楽しみにしています。今度絶対コーネリアスをゲストに呼んでください。 PS 新曲すごく気に入ったよ。モーマスはやっぱすげーわ。山口県のペンネームよしくん、どうもありがとう。どう、なんかペンネームよしくん、うん、本名は読んじゃダメよ。はい、ダメなんだね、うん、なんか弟子と、山口県下関市、弟子とかって取ったりしてるんですか。弟子ですか。弟子いや欲しいんですけどね。子分は欲しい、子分は欲しいですね、うん、子分ならいいよ。一緒にバンドやりたいね。あ、本当に。高1じゃダメだ、中学生だったらいい。あ、でもなんか言ってたね、うん、中学生とバンドやりたいんだけど、僕最近ドラムを始めたんですよあ、そうなんですか、うん、始めたっていうか、まあ、昔からやってんだけど、いろいろ弾けるんですよ、叩きたい。でもドラムでバンドやりたいなと思ってて、僕のレベルだと中学生かなと思って中学生のボーカルとギターとベースで僕ドラムっていうバンドをやりたいなと思ってて彼高1だからな、ちょっとね、うん、あと1歳若かったら ね、でも10、そうだよね、中学生とバンドやりたいなでもまた、あ、そっか、
いいかもね、うん、ボーカルはやらないんですか。うん、ボーカルはね、うん、中学生がいい。中学生がいいの？いや、わかんないけど。曲は誰が作るの？曲はなんかその中学生の人に作ってもらうの。わかんない曲。でもね、最初はコピーから始めようかな。でもね、そんなこと言うとね、うん、本当にたくさん来ちゃうよ多分ここに。いや、いいよ。いいの？うん。してもし気が合いそうな人がいたら。気が合いそうな人が、うんうん、気が合いそうな子中学生の人がいたら。わかりました。全パート募集。ヤンキー不可。ヤンキーでもいいけど。特にどういう子がいいんですか。うん、いや中学生で、うん、ルックス重視。いや、ルックスはまあ重視。小山田くんより良くていいの。俺よりいいくていいよ全然。もちろん俺はだってドラムだもん。一ドラマーだから。だから可愛い子がいい、ボーカルは。はい、うん、男でも女でもいいや。男の方がいいかな。女でもいいや、ボーカルは。だから女の子でもいいの。どっちでもいい、うん、どっちでもいい。どっちでもいいんですか、うん、ただちょっとは楽器 いじったことあるぐらい、ね、僕がドラム叩けるぐらい、うん、ギターとか弾けるぐらいだったらいいよ。うん、わ、うん、かります。じゃあそういうことで楽器を待ってます。でもこれ偉いんだよ。うん、だってこれね、うん、私がラジオ始めるまで私のこと知らなかったの、うん、で2回目からそれで知ってずっと聞いてて、うん、で私がフリッパーズギターをこれでかけたことで知って、うん、それでコーネリアスを知って、うん、小山田圭吾にハマって、うん、弟子にしてくれと、うんうん、すごいね、うん、あ、じゃあもう次の曲を。特電波が。じゃあ今日はあの小山田くんにいろいろ選曲をしてもらって進めていこうと思ってるんですけど。選曲っていうかただ最近買ったレコード持ってきただけなんですけど、うん、次の曲は何ですか。これはね、うん、アップルズっていうアメリカのバンドなんだけど、これ私もねかけた。あ、かけたんだ。でも違う曲かな。あ、本当、うん、これはねアメリカのバンドなんだけど、うん、最近、あ、今年の3、4ヶ月ぐらい前か CD が LP が出て、ファントリックノイズメーカーっていうアルバムが出てて、はい、それがすごい気に入って、うん、最近なんかアメリカのバスストップってとこから7インチが出てて、うん、それはその前の音源だったんだけど、うん、割とクリエーションとか初期のクリエーションとか、うん、まあ、60s ガレージっぽい音とか、うん、割と甘い感じのやつの上に、うん、なんか最近のステレオラブとかにちょっと影響を受けたのかなんなのかわかんないけど、うんうん、ムーブシンセサイザーみたいなのが絡んでくるっていう、最近のそういうバンドの中ではすごい気に入ってるバンド。ステレオラブはアメリカ？ステレオラブはイギリス、イギリスでしょ、うん、だからアメリカなんだけど、このバンドマイクオールウェイっていうあの、うん、トラットリアでやってるあのイフっていうとこから、私の師匠、そうそうそうです、ね、マイクオールウェイズダイアリーで有名なマイクオールウェイのレーベルから出る予定なんですよね、うん、出る予定、イギリスではね、うん、ヨーロッパでは。そうなんですよ、ね、このバンドすごいいいですよ。おすすめですね、はい、じゃあ曲をねお願いします。じゃあアップルズで、アップルインザステレオ。これなどうなんだかわかんないんだけど、多分アップルズっていうバンドだと思うの。インザステレオっていうアルバムのタイトルなの。違う、ファントリックノイズメーカーっていうんだけど、でもアップルズインザステレオなんじゃない。いやだけど前の7インチにはジアップルズしか書いてなかったからアップルズでいいんだよきっと。じゃあそうですね、じゃあアップルズ、じゃあアップルズのザ・ナレーターからタイダルウェーブという曲です。This program is coming to you via Relay 2 satellite, a spacecraft orbiting the Earth at a speed of over 17,000 miles per hour. The musical selections you're about to hear were first tape recorded and fed into a transmitter where they were beamed to Relay 2 spacecraft.As you listen to the musical selections, note the clarity and excellent stereophonic separation between the left and right channels, even after traversing 12,000 miles of space. Around the corner, a hole in the water, and a heart.
アップルズザナレーターダパラッパラッパ出たザナレータータイダルウェーブでした。タイダルウェーブ、タイダルウェーブでしょ、うん、タイダルウェーブ。そうそうそう、インザステレオって何なんだろうね、まあ、でもこういうほらステレオチェック用のレコードのナレーションとか使ってるじゃん、うん、今の最初のところ、うん、ああいう感じとかはねきっとピチカート5とかも使ってるしさ、うん、そのステレオラブとかも昔からやってるしさ、うん、シンクロニシティなんだろうけど今流行ってるよねこういうの。ああそうなのか、うん、わかんないけど。うーん、今日は山田くんが最近聴いてる曲、うん、でも最近買ったん、買った曲で、うん、でもカヒミカリーのラジオ番組に、うん、ぽい曲っていうので選んでくれたんですか。いや別にそんなでもないんですけどなんとなく本当、うん、そっか、じゃあまた次を一応なんとなくカヒミカリーは意識して持ってきたんですけど、ね、本当にさすがですね。アップルズかけたもん、うん、でもねこの次の2つは私知らない。あのね次のはね、うん、スーパーフューリーアニマルズっていうバンドで、うん、まあ、この人たちはコーキーズの同じレーベルのアンカストレーベルっていうウェールズっていうイギリスの田舎の方の、うん、すごいど田舎の方のバンドなんだけど、うん、まあ、ゴーキーズと同じようにちょっと変態な人たちで、うん、若いんだと思う。高層ビールとか見たことない、うん、ゴーキーズ今日本に来てて、うん、なんかウェールズから田舎からやってきても高層ビール見て、ね、待てっけーとかそんなことばっか言ってるらしいよそのゴーキーズの多分友達なんじゃないかな、うん、同じで。でもこの人たちは今度クリエーションっていうイギリスのでっかいレベルと契約して。あ、そうなんだ、うん、多分すごくなんじゃない。うん、音もねやっぱすごい良い。アップルズにもちょっと似てるけど、やっぱウェールズ語で歌ってるの。この曲は多分ウェールズ語、タイトルもウェールズ語だったから、うん、でも別に言葉関係ないね、もうこういう風になってくるとね。そうだよ ね私ウェールズ語って初めてさゴーキーズで知ったのね、うん、だけどなんか別に何も気になんないよね、うん、なんか変でかっこいいよね、うん、そうだよね。であと1曲次はね、うん、うるせえやつらっていうバンドなんですけど、これってなんかアニメのやつと違うんでしょ。うん、何がうるせえやつらってあのテーマ曲じゃないでしょ。違う違う、うるせえやつらっていうバンド名なんだけど、この人たちは日本人じゃなくて、うん、イギリスのスコットランドの方のグラスゴーとか、あっちの方のグラスゴーだ多分、うん、グラスゴーっていうとまあ有名なところで言えばなんだ、アズテックカメラとか、うん、ジーザス&メリーチェンとか、それこそインディーポップのね、ギターポップとかの、うん、ふるさとって感じのわかんないけど日本好きなのかな。マシュースイートとかもさ、うん、それこそ本物のうるせえやつら、うん、こいつらでもね多分そんなマニアじゃないと思う。適当に多分おもろいからつけてるんだと思うでも最初ジャケット見た時本当にうるせえやつらとか書いてあって、ノンタンの絵が書いてあって、うん、曲のタイトルローファイとかなんかそんななんかすごいな、なんじゃって感じだったけどじゃあ曲の方は聴いてからということで、うん、続けて2曲聴いてください。じゃあタイトルを、これ読めないんですよウェールズ語だから。オルガンスーパーフィリーアニマルズっていうのは多分バンド名で、うん、オルガンインディシグ、うん、わかんないそんな曲と、はい、あとスラなんだこれなんて読むの、うるせえやつらってバンドでシアメスっていう曲です。Billowing with
スーパーフューリーアニマルズ、オルガンインデイギグかな。あと本当？うん。適当に流した。英語読みだと。あ、そう。あとうるせえやつら、シアメスでした。うん。なんかうるせえやつら良くないじゃん。そう？俺いいと思う。うん。なんかペーブメントとかみたい。うん、スーパーフューリーアニマルズの方が好きかもしれない、うん、これはいいね。多分クリエーションでやるから人気出んじゃない、きっとこのバンドはね。楽しみですね。ルックスが分かんないけどね。うん、ゴーキーズ見たら可愛かったらいいのに ね。私は結構ルックスも重視するタイプだからな、うん、最近は何やってるんですか。最近ですか。忙しいんでしょ、仕事で。最近は、うん、忙しいですね、めちゃめちゃ仕事でも。山田くんもラジオやってるんだよね。やってるよ。この間遊びに行ったもんね。うん。で2軒とかバーって1時間くらいで、うん、それでレコード屋の人と飲みに行っちゃうんだよ、ね、そうそれで休みの日が大切なオフが、お休みがなんか3ヶ月ぐらいにこの間休みが取れたんですよ、うん、それでなんか何しようかなと思って、休みだからと思ってとりあえずレコード屋には行かなきゃと思ってレコード屋に行ったら、レコード屋の人に捕まって渋谷の3軒のレコード屋の店長を集めてと僕とでそのレコード屋の話を、渋谷のレコード屋の話を聞いて終わっちゃったっていうそうだよね。でもよく忙しいのにいろいろたくさんレコード買ってるけど。いやでもそんな買ってないですよ。でもうるせえやつとか買って、くだらないレコードしか買ってませんまともなの買ってないな何がまともなんだろう一番なんかいいのあった、最近、うん、今日持ってこれなかったんだけど、今日さたくさん持ってきたのにさ、うん、全部中入ってない、うん、そう僕全部めちゃめちゃになっちゃうからそう、ベンフォールズ5っていうバンドが最近気に入ってて、うんうん、どこのバンドなの。アメリカのバンドなんだけど、うん、ピアノとベースとドラムの3人編成で、うん、クイーンみたいな曲やる、なんかすごいいいバンドがあるんだけど、それかけたかったんだけど今日は忘れちゃった。じゃあ今日はかけられない。今度じゃあ貸してあげるから、うん、じゃあこの番組でかけさせていただきます。じゃあそろそろ次の曲なんですけど、あのね、うん、私の番組は、うん、ここでなんかアイドルを探せコーナーって言って、うん、あの次戦とかまあ他戦でもいいんだけどね、うん、あの自分のおすすめの、うん、例えば友達がさ、うん、やってるバンドでいいからとか、うん、あと自分でやったんですけどとか、うん、何でもいいんだけど、うん、っていうコーナーを作ってて、うん、でも毎週だとあんまり集まらないから、うん、いいの私がかけたいなって思うのとかが、うん、でたまにそういうテープかけて、その間はそういうお手本になるような曲をかけるっていうのがあるんだけど、うんうん、今日はなんかあんまりそういうわけでもないんですけど、でもいやなりますよね。これは僕が最近注目している若手ラップグループの実践なんですよね、山田さんね、うんうん、これちょっと超楽しみかもしれない。まだちゃんと聞いてないんだけど、うん、じゃあとりあえず聞いていただくっていうのが早いと思うんで。そうですね、うん、じゃあお願いします。コーネリアスフュー、あれ？スチャダラパーフューチャーリングコーネリアスで今夜はブギーバック。ダンスフロアに華やかな光、僕をそっと包むようなハーモニー。ブギーバックチキラ、神様がくれた甘い甘いミルクハニー。123を待たずに24小節の旅の始まり、ブーツでドアをドカーと蹴ってルカーと叫んでドカドカ行って、テーブルのピザプラスもうチキン、ビールで一気に流し込み、ゲップでみんなに Say hello on and on to the back and on ってな具合に、行きたいっすね、いいっすね、Yeah! なんてね、よくないこれ、これよくない、よくな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 い、なくない、クイズ俺スチャーニーなプレイスビーなんて具合に、うわうわウェイ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 ガッテンって、俺って何にも言
よってね。いや投げ出す、えマジ投げ出す、フリースタイル具合にマジ投げ出す。さあチェケだよやめ、君こそすげえぜボスマイメン。この頃の僕らと言ったらいつもこんな調子だった。心のベスト10第1位はこんな曲だった。ダンスフロアに華やかな光、僕をそっと包むようなハーモニー。麦ばかしきら神様がくれた甘い甘いミルクハニー。ワン・ツー・スリー・スリー・ツー・ツー・ワン、キックスネア、キックスネア、ゴッサ・ファンキーなベースライン。ここでしか見れない景色、ここでしか吸えない空気。吸って吸って吐いて吐いて、日は昇り落ち折り返し地点。これ良くない、良くない、これ良くな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 く Say yeah Then you don't stop。 痺れた痺れた投げた惚れた、これだこれだ、みんなメモれコピレメクマンネ。その頃も僕らを支えてたのはやはりこの曲だった。ダンスフロアに華やかな光、僕をそっと包むようなハーモニー。麦ばかしきら神様がくれた甘い甘いミルクハニー。アンドトラーチェックディッサー、なぜなら俺は新鮮だ、そして冷静。さらにさらにこれが聞いたこともないファンキーサウン。さあみんな拍手で迎えよう、運命のファンクスジャダラアニオ。そうさそうさ、やめるなみんな、続けろみんな、このファンキーサウン。街を歩けば俺を見るなり、女の子たち好きと叫び、マイクを持てば言わせんなよ、ヘヨー坊主まとめろ。とにかくパーティーを続けよう、これからもずっとずっとその先も、このメンツこのやり方、この曲でロックし続けるのさ。クールな僕はまるでヤンアメリカン。そうさ今君こそがオンリーワン。武器ばかしきら夜の始まりは、届けるようなファンキーミュージック。心が Love Machine、 君にずっと捧げるよファンタジー。ブギバクシキラ、神様がくれた甘い甘いミルクハニー。パーティー続き燃え上がる二人。そうさベイビー今宵のリアリティ。バックシキラ、夜の中場には神様にありがとう。ワイルドな君、麗しのプッシュキャット、僕の手に噛みついてオーナロン。バックシキラ、夜の終わりには二人きりのワン。Thank you.
チャダラパー&フューチャリング、フューチャリングコーネリアスでブギーバック。今夜はブギーバック、今夜はブギーバックでした。なかなかいい曲。これはあの誰が歌ってんですか。いや、あの僕とあの若手のラップグループスチャダラパーという3人組がいるんですけど、その人たちと今度ジョイントしてみたんですけどね。あ、そうなんですか、うん、いや、なんかあのスチャダラパーが今度リミックスアルバムを出すとか言ってて、うん、それでなんかリミックス頼まれたんですよ、うん、で何やろうかなと思って、そういえば今夜はブギーバックっていうすごいいい曲があったなと思って、うん、でリミックスしようと思ったんだけど、どうもボーカルが良くなかったから僕が代わりに歌って。ミックスのタイトルもあるんでしょ、うん、いや、まだいろいろ考えてんだけどね。まだ考えてる、うん、頑張れ小沢ミックスっていう、なんか最近マスコミにこう叩かれてるみたいでかわいそうだからね。応援するために僕が一肌脱いだんです。また大変なことになるよ。いや、スチャダラがぜひそういう風にやってくれって言うから僕は本当は嫌だったんだけど。あれ、でも知らないこと、スチャダラは知らないことになってる。それは知らない。僕は全然知らない。もう頼まれたからやったんだ。そうだよね、うん、そうなの、これいつ、うん、いつぐらいに来来12月ぐらい。あ、そうなんだ、うん、初めなんか69-96 のアルバムかと思ったよね。これ1曲目に入ってるからさ、僕のアルバムってああいう風にやって始まるから、スタダラの CD かけると僕のアルバムかなって一瞬思うと、うん、いきなり僕がダンスフロアにとか言ってなんか歌ってるっていう。でもね、相当ね、小沢の歌をね、あの意識して歌ってるんですけどね。かなり本物に近いでしょ。うん、うますぎるよ。でしょ、うん、モノマネのあのやつ出たいなと思う。うまそうだよね。1回戦でまず小沢のモノマネやって、2回戦でもうネタがないから、うん、しょうがないから森進一のモノマネとかやってすぐ敗退するっていう。なんかもうなんかね、うん、ミュージックパイロットじゃなくなってきた。あ、そうですか。僕この番組聞いたことないからわかんないんですよ。今日はあのコーネリアスで小山健吾さん、コーネリアスでジョン、うん、はい、でおあのゲストにお迎えしてあのお送りしたんですけど、はい、ここであのクサバスがかかんだろうな。ちょっとなんか今日は、うん、たくさんおしゃべりとかが多すぎて、あの曲とかがだんだん少なくなってきちゃったので、とりあえずあのはがきの宛先を最初に皆さんに言ってから何か感想を聞きたいと思うんですけど、宛先は郵便番号 1500-NHKFM カヒミカリーのミュージックパイロット、郵便番号 1500-NHKFM カヒミカリーのミュージックパイロット係まで、今日の感想とかきっと面白かったんでいろいろ来ると思うので、どんどん、待っています。今日はな、小山田くんがたくさん喋ってくれたから。どうでしたか、小山田さん。おしゃべりだね。私ね、いつもね、うん、なんか何話していいか分かんなくなってね、一瞬シンハッってなったりとかね。一人だとそうなるよね。きっとこの今日のやつがきっとね、あの好評だと思うので、また遊びに来てください。はーい。それから今日かけられなかった、山田くん持ってきてかけられなかった曲もまた紹介したいと思いますので、楽しみにしていてください。はい。あなたが楽しみにしてるんですか。ですね。全然聞いちゃいないのにこの番組。全然話、人の話聞いてなくて、全部はいって言ってない。いや、言ってますよ。あ、じゃあもう時間がそろそろなくなってきてしまったので、私の最後曲でおしまいなんですけど。最後曲でね。はい。これはいつもあの今日でもね、これを聞いててね、うん、山田くんって誰だか分かんない人もいるかもしれない。あ、そうですね。で、私にもあの、うん、かゆみかりにも、うん、いつも曲を作ってくれたりプロデューサーの小山田さんだったんですけど、今日の最後の曲はね、うん、
あの小山田くんが作ってくれた曲ではなくて、あ、そういう話か。そう、モーマスなんですけど。あ、そうですね、モーマスの方こそ誰だか分かんない。そうですよね。でも一応小山田くんの曲じゃないけれど、うん、モーマスっていうあのイギリス人のシンガーソングライターの人がいて作ってくれて、うん、で今日はその曲でお別れにしたいと思います。あ、それ、その話か、はい、随分長かったです、ね、すいません。それではグッドモーニングワールドかゆみかり、それではまた来週、おやすみなさい。Gucci on my best face. Money with a suitcase. I lead you on a goose chase. Pretty Latin tropic girl. Hold on my eyes. Hold on my feelings. Hold on my future wherever I'm sitting. Pretty Latin tropic.Thank you.